大阪水田自転車道線は、大阪府大阪市北区から、水田市に至る、自転車、歩行者専用の一般不動である。北区の、国道25号、大江京南詰め交差点付近をスタート。中野島公園を通り、天神橋を渡り南天間公園付近で、旧淀川右岸を走る。川崎橋を渡って、旧淀川左岸を走り、桜の宮公園、毛馬桜の宮公園を経て、 手前。ここから、淀川左岸の淀川河川敷公園、堤防を走り取り替え大橋へ。ここから、中央環状線沿いを北上して、万博記念公園に至る。宮古島区大東町3丁目付近で、何は自転車道と合流。森口市大日町4丁目付近で、北河内サイクルラインと合流。また、大阪市宮古島区の川崎橋付近にある、 京阪京阪本線をくぐる、地下道のガードをくぐると、自転車、歩道車専用橋である大阪橋を経由して、大阪城公園へ行くことができる。大阪市が空き店の大江京南詰め交差点により、歩行者、自転車専用道路の中の島遊歩道が、大阪市北区中野島6丁目まで設けられている。現在、京阪中野島線建設工事のため、大江京より、 道島大橋まで、道島川上の仮設遊歩道で代替されている。桜の宮公園、ケマ桜の宮公園付近では、ホームレスの人たちが、ブルーシートや段ボール等を資材としてテント、小屋掛けをしたりしている。中央環状線沿いのコースでは、信号、古線橋などが多数ある。阪急京都本線の南茨木駅付近と、JR 京都線を横切る場所では、 古戦橋上を走行する必要性がある大阪市北区より水田市までの通過地点順に並べているありがとうございます